the painting which is regarded as one of the most mysterious paintings is a painting entitled The Acadian Pastors by Nicolas Poussin. The letters engraved on the coffin drawn in the center seem to be the origin of the mystery, including the quest for the Holy Grail. Wikipedia English writes about this painting that Etu in Arcadia Ego, or The Arcadian Pastors, is the title of a 1637-38 painting by Nicolas Poussin, the leading painter of the classical French Baroque style. It depicts a pastoral scene with idealized shepherds from classical antiquity and a woman, possibly a shepherdess, gathered around an austere tomb that includes this inscription. It is now held in the Louvre. 謎の絵画と位置づけられている絵画の一枚が、ニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。中央に描かれた石棺に刻まれた文字が謎の原点になっているようです。その謎の一つが聖杯伝説ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。ここまでのところをもう一度最初から画面を見ながら説明します。ニコラ・プッサンが1637年から38年にかけて描いた絵画ということになります。で、中央に石棺、棺桶が表現されています。で、この絵を見てですね、私はミケランジェロの埋葬を連想と言いますか、思い浮かべました。というのもですね、左が埋葬です。そして右がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。この両者の背景の山に注意してください。埋葬の絵の方をですね、上に拡大しました。そして下がですね、アルカディアの牧人たちです。で、この山についてはですね、すでに多くの研究家がですね、フランスの一つの山であると判断しています。で、同じ山がですね、埋葬の絵の中にも描かれています。ただ埋葬の絵の方はですね、左半分以上がですね、雲のようなもので覆われています。この白い枠の部分を比較してください。そして中央、私がフリギア帽として紹介した山ですけども、下にも同じような山が描かれています。そして中央に棺桶、石棺が表現されていますが、同じような石棺がですね、埋葬の絵の中にも表現されているというところに注意してください。そしてその石棺の表面にはですね、ラテン語で Et in Arcadia Ego、 つまり我アルカディアにありと書いてあったというのですね。アルカディアというのはギリシャ神話でいうところの死後の理想郷ということになります。で、そのエトインアルカディアエゴをですね、バラバラにして文字を組み立て直すと右のようになります。つまりアナグラムということになりますが、それで読むとですね、立ち去れ、我は神の秘密を隠したとなるというのです。それについて書いたのがヘンリー・リンカン・マイケル・ベジェントとリチャード・リーの共作と言われているレンヌ・ル・シャトーの謎という本です。ダ・ヴィンチコードの原作になったとも言われています。世界的なベストセラーになりました。
で、そのレンヌルシャトーですけども、実際にある山ということになります。この事実は広く知られ、そして左下の山がですね、つまりは UFO のメッカとなったというわけです。2012年には大変な騒動になったとも言われています。それがレンヌルシャトーと、レンヌルシャトーの山ということになります。そして一般説としてですね、聖杯がですね、この山のどこかに隠されているのではないかという、つまりは謎が生まれたというわけです。では皆さんをそのレンヌルシャトーへ案内します。ただレンヌの町は特定できましたけども、この山については特定できませんでした。レンヌの人たちはですね、多くの観光客が来ることを望んでいないようです。そして、そうした観光客がですね、来ないような手立てを講じているというのです。それほど有名な場所ということになります。念のためウィキペディアの方に紹介されている記事をここに転載させていただきます。つまりこの辺りにですね、イエスの墓があるのではないかというわけです。で、こうした事実とですね、私林博士が発見した事実を重ね合わせてみるとですね、それもありかなということになるわけです。今ご覧いただいている埋葬と題されたこの絵画は、ミケランジェロ・ボナルティが描いたものではなく、つまりは神自身が私たち人間に対する伝言として描いた絵画であるからです。反対に考えるとですね、なぜミケランジェロ・ボナルティはこのような山を描くことができたのか、そしてなぜニコラ・プッサンはですね、同じような山を自分の絵の中に描くことができたかということになります。Garapandal, where Lady of Garapandal appeared in 1961, the mountain of Amboto, where Inanamari is said to live, Lurudu, which is well known for Miracle of Lurudu, Lenuru Chateau of the Legend of the Holy Grail, and Vatican connected in one single straight line.In addition, Fatima, where the
miracle of the sun incident occurred in 1917 is located 270 degrees west of Vatican, that is, just west. And, of course, even in Vatican, an incident called miracle of the snow occurred in 352 in the beginning of its history. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. The painting, which is regarded as one of the most mysterious paintings, is a painting entitled The Acadian Pastors by Nicolas Poussin. The letters engraved on the coffin, drawn in the center, seem to be the origin of the mystery, including the quest for the Holy Grail. Wikipedia English writes about this painting that Etu in Arcadia Ego, or The Arcadian Pastors, is the title of a 1637-38 painting by Nicolas Poussin, the leading painter of the classical French Baroque style. It depicts a pastoral scene with idealized shepherds from classical antiquity and a woman, possibly a shepherdess, gathered around an austere tomb that includes this inscription. It is now held in the Louvre. 謎の絵画と位置づけられている絵画の一枚がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。中央に描かれた石棺に刻まれた文字が謎の原点になっているようです。その謎の一つが聖杯伝説ということになります。広志林、Hamama City, Japan。ここまでのところをもう一度最初から画面を見ながら説明します。ニコラ・プッサンが1637年から38年にかけて描いた絵画ということになります。で、中央に石棺、棺桶が表現されています。で、この絵を見てですね、私はミケランジェロの埋葬を連想と言いますか、思い浮かべました。というのもですね、左が埋葬です。そして右がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。この両者の背景の山に注意してください。埋葬の絵の方をですね、上に拡大しました。そして下がですね、アルカディアの牧人たちです。で、この山についてはですね、すでに多くの研究家がですね、フランスの一つの山であると判断しています。で、同じ山がですね、埋葬の絵の中にも描かれています。ただ埋葬の絵の方はですね、左半分以上がですね、雲のようなもので覆われています。この白い枠の部分を比較してください。そして中央、私がフリギア帽として紹介した山ですけども、下にも同じような山が描かれています。そして中央に棺桶、石棺が表現されていますが、同じような石棺がですね、埋葬の絵の中にも表現されているというところに注意してください。そしてその石棺の表面にはですね、ラテン語で Et in Arcadia Ego、 つまり我アルカディアにありと書いてあったというのですね。アルカディアというのはギリシャ神話でいうところの死後の理想郷ということになります。で、その
エトインアルカディアエゴをですね、バラバラにして文字を組み立て直すと右のようになります。つまりアナグラムということになりますが、それで読むとですね、立ち去れ、我は神の秘密を隠したとなるというのです。それについて書いたのがヘンリー・リンカン・マイケル・ベジェントとリチャード・リーの共作と言われているレンヌ・ル・シャトーの謎という本です。ダヴィンチコードの原作になったとも言われています。世界的なベストセラーになりました。で、そのレンヌ・ル・シャトーですけども、実際にある山ということになります。この事実は広く知られ、そして左下の山がですね、つまりは UFO のメッカとなったというわけです。2012年には大変な騒動になったとも言われています。それがレンヌ・ル・シャトーとレンヌ・ル・シャトーの山ということになります。そして一般説としてですね、聖杯がですね、この山のどこかに隠されているのではないかという、つまりは謎が生まれたというわけです。では皆さんをそのレンヌ・ル・シャトーへ案内します。ただレンヌの町は特定できましたけども、この山については特定できませんでした。レンヌの人たちはですね、多くの観光客が来ることを望んでいないようです。そして、まあ、そうした観光客がですね、来ないような手立てを講じているというのです。まあ、それほど有名な場所ということになります。念のためウィキペディアの方に紹介されている記事をここに転載させていただきます。つまりこの辺りにですね、イエスの墓があるのではないかというわけです。で、こうした事実とですね、私林博士が発見した事実を重ね合わせてみるとですね、それもありかなということになるわけです。今ご覧いただいている埋葬と題されたこの絵画は、ミケランジェロ・ボナヌッチが描いたものではなく、つまりは神自身が私たち人間に対する伝言として描いた絵画であるからです。反対に考えるとですね、なぜミケランジェロ・ボナヌッチはこのような山を描くことができたのか、そしてなぜニコラ・プッサンはですね、同じような山を自分の絵の中に描くことができたかということになります。
The painting introduced here is a painting called The Arcadian Pastures, drawn by Nicholas Poussin. So, in this painting, a big sarcophagus is drawn, and on the surface it says, I am also in Arcadia in Latin. Arcadia refers to the utopia after death, but I just reckon that the woman standing in front of the sarcophagus is Shammah Jesus' wife, Maria of Bethany, who stares at the character with a gentle face. So, I am just thinking. Then I'll tell you why, but first, note that the woman has a very gentle look in front of the sarcophagus. Next, this woman may be most possibly a pregnant woman, judging from her physical condition. But why does this woman look so calm and gentle when she sees the phrase, I am also in Arcadia? And why is she a pregnant woman? Accumulating these facts, I still think that this woman is Maria of Bethany, wife of Shammah Jesus. Before I talk about why, please watch the following video about the painting of the Arcadian Pastures. After that following video, let's think about the mystery again. ここに紹介する絵画はニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画です。で、この絵画には中央に大きな石棺が描かれ、その表面にはラテン語で私もまたアルカディアにいますと書いてあるそうです。アルカディアというのは死後の理想郷を言いますが、私林博氏はその石棺の前に立ち、穏やかな顔でその文字を見つめているのはシャマーシュイエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。それについてはこれからその理由を話しますが、まずその女性がその石棺を前にして大変穏やかな表情であることに注意してください。次にこの女性は体つきからして妊婦ではないかということですが、なぜこの女性は私もまたアルカディアにいますという文言を見てかくも穏やかな表情をしているのか、そしてなぜその女性は妊婦、つまり妊娠中の女性なのか。こうした事実を積み重ねていくと、私はやはりこの女性はベタニアのマリア、ベタニアのマリアだと思います。その理由を話す前に次の動画をどうかご覧になってください。その動画の後にもう一度この謎について考えてみます。広志林、浜松シティ、ジャパン。少し込み入った話になりますので、最初からもう一度画面を見ながら説明します。ニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画です。大変謎めいた絵画です。それについては続く動画の中で説明しますが、この絵の中に描かれている今キー枠で囲った女性が誰かということなんですね。で、この石棺の中にはイエス・キリストの亡骸が入っているということです。で、私はですね、この女性は妊婦であると判断しました。第1期から第3期までの妊婦ということになりますが、第2期の妊婦と、体型が大変よく似ているということです。お腹がぽってりと大きく膨らんでいる点に注意してください。で、
私は右の女性はですね、妊婦と判断しました。第2期前後の妊婦ということになるわけですね。で、なぜこんなところに妊婦が描かれているかですけども、この女性の顔をよく見てください。大変穏やかで優しい顔つきをしています。で、その石棺にはですね、私もアルカディアにいますよと書いてあるというのです。で、それを見てこの女性が穏やかで優しそうな、って言いますか、優しい顔つきをしているということなんですね。で、私はこの女性はシャマーシエスの妻のベタニアのマリアではないかと考えています。その理由を話す前にですね、続く動画をどうか見ていただきたいんですけども、その前にですね、前提としてこんなことを話しておかねばなりません。で、今この画像を小さくしましたが、左にミケランジェロが描いた埋葬ですよね。その埋葬の中に描かれているベタニアのマリア、そして右がですね、ミケランジェロが彫刻したと言われているピエタ像ですけども、ここに表現されているのはベタニアのマリアとシャマーシュイエスということを証明してきました。となると、その間にですね、ベタニアのマリアとベタニアのマリアと、それからシャマーシュイエスの間にできた子供ユダを置いてみるとですね、こうして、この4社がですね、一連性を持ってつながっているということです。 1,2,3,4 の順で見てください。埋葬の中のベタニアのマリア、ペーター像の中のベタニアのマリアですね。そして3番目が、アルカディアの牧人たちの中のその女性、そして4番目がですね、ミケランジェロが彫刻したと言われている聖母子像、ホーリーファミリーということになります。で、こうして並べてみるとですね、3番目の絵がですね、しっくりと順に並ぶということです。今の段階ではあくまでも仮説ということになりますが、ベタニアのマリアはですね、夫シャマーシュイエスの石棺の前でですね、その石棺に書かれている私もアルカディアにいますよという文言を見てですね、ほっとしたような安堵感に包まれているということではないかなということになります。ではどうか続く動画をご覧になってください。この動画が終わったらもう一度この画面に戻ります。The painting, which is regarded as one of the most mysterious paintings, is a painting entitled The Acadian Pastors by Nicolas Poussin. The letters engraved on the coffin, drawn in the center, seem to be the origin of the mystery, including the quest for the Holy Grail.Wikipedia English writes about this painting that Et in Arcadia Ego, or The Arcadian Pastors, is the title of a 1637-38 painting by Nicolas Poussin, the leading painter of the classical French Baroque style. It depicts a pastoral scene with idealized shepherds from classical antiquity and a woman, possibly a shepherdess, gathered around an austere tomb that includes this inscription. It is now held in the Louvre. 謎の絵画と位置づけられている絵画の一枚がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。中央に描かれた石棺に刻まれた文字が謎の原点になっているようです。その謎の一つが聖杯伝説ということになります。広志林、浜松シティ、ジャパン。
ここまでのところをもう一度最初から説明します。ニコラ・プッサンが1637年から38年にかけて描いた絵画ということになります。で、中央に石棺が表現されています。で、この絵を見てですね、私はミケランジェロの埋葬を連想と言いますか、思い浮かべました。というのもですね、左が埋葬です。そして右がニコラ・プッサンの描いたアルカディアの牧人たちと題された絵画です。この両者の背景の山に注意してください。埋葬の絵の方をですね、上に拡大しました。そして下がですね、アルカディアの牧人たちです。で、この山についてはですね、すでに多くの研究家がですね、フランスの一つの山であると判断しています。で、同じ山がですね、埋葬の絵の中にも描かれています。ただ埋葬の絵の方はですね、左半分以上がですね、雲のようなもので覆われています。この白い枠の部分を比較してください。そして中央、私がフリギア帽として紹介した山ですけども、下にも同じような山が描かれています。そして中央に棺桶、石棺が表現されていますが、同じような石棺がですね、埋葬の絵の中にも表現されているというところに注意してください。そしてその石棺の表面にはですね、ラテン語で Et in Arcadia ego、 つまり我アルカディアにありと書いてあったというのですね。アルカディアというのはギリシャ神話でいうところの死後の理想郷ということになります。で、その Et in Arcadia ego をですね、バラバラにして文字を組み立て直すと右のようになります。つまりアナグラムということになりますが、それで読むとですね、立ち去れ、我は神の秘密を隠したとなるというのです。それについて書いたのがヘンリー・リンカン・マイケル・ベジェントとリチャード・リーの共作と言われているレンヌ・ル・シャドウの謎という本です。ダヴィンチコードの原作になったとも言われています。世界的なベストセラーになりました。で、そのレンヌ・ル・シャトーですけども、実際にある山ということになります。この事実は広く知られ、そして左下の山がですね、つまりは UFO のメッカとなったというわけです。2012年には大変な騒動になったとも言われています。それがレンヌ・ル・シャトーとレンヌ・ル・シャトーの山ということになります。そして一般説としてですね、聖杯がですね、この山のどこかに隠されているのではないかという、つまりは謎が生まれたというわけです。では皆さんをそのレンヌ・ル・シャトーへ案内します。ただレンヌの町は特定できましたけども、この山については特定できませんでした。レンヌの人たちはですね、多くの観光客が来ることを望んでいないようです。そして、そうした観光客がですね、来ないような手立てを講じているというのです。それほど有名な場所ということになります。念のためウィキペディアの方に紹介されている記事をここに転載させていただきます。つまりこの辺りにですね、イエスの墓があるのではないかというわけです。で、こうした事実とですね、私林博士が発見した事実を重ね合わせてみるとですね、それもありかなということになるわけです。
今ご覧いただいている埋葬と題されたこの絵画はミケランジェロ・ボナヌッチが描いたものではなく、つまりは神自身が私たち人間に対する伝言として描いた絵画であるからです。反対に考えるとですね、なぜミケランジェロ・ボナヌッチはこのような山を描くことができたのか、そしてなぜニコラ・プッサンはですね、同じような山を自分の絵の中に描くことができたかということになります。で、結論ということになります。ニコラス・プーさんの描いたアルカディアの牧人たちという絵画です。その中央には石棺が描かれ、そしてその地平線にはですね、山が描かれているわけですけども、つまりミケランジェロの描いた埋葬の絵と、それからこの絵の類似性からしてですね、連続性があると私は判断しました。あるいはその上の同一の画家が描いた絵の可能性が極めて高い絵ということになります。まあ、いろいろ言われてますけども、私は右の人物は妊娠している女性だと判断しました。まあ、妊娠中期の女性ということになります。となると石棺を前にしてですね、なぜこの女性は描くも穏やかで優しい顔をしているかということです。そしてその石棺にはですね、私もアルカディアにいますよと、まあそれに書いてあるわけです。その文字を見てですね、文言を見て、この女性が優しい顔をしている、もっと言えばですね、安心した顔をしているということです。つまりこの石棺にいる人物を思いやってですね、この女性はそうですか、よかったですねというような雰囲気で、まあ、その石棺にいる、まあ、イエスということになるわけですけども、優しく見守っているということになるわけです。となるとこの女性は誰かということですけども、石棺のそばにいる、しかもイエスの亡骸の入った石棺のそばにいるということからですね、私はベタニアのマリアであると判断しました。で、この時ベタニアのマリアはですね、妊娠していたということになります。つまりベタニアのマリアはですね、シャマーシ・イエスとの間の子供を身ごもっていたということになるわけです。そこでもう一度埋葬の絵と並べて考えてください。左がですね、埋葬です。そして一番この絵の右に描かれている若い女性がベタニアのマリアです。それも別のところで証明しました。そして右がですね、ピエタ像です。ベタニアのマリアがですね、亡き夫シャマーシ・イエスを抱いている絵ということになります。そして左から2番目が聖母子像です。ベタニアのマリアがですね、まあ、イエス、シャマーシ・イエスとの間にできた子供、名前をユダと言いますけども、ユダと一緒に、まあ、彫刻されているということになります。こうして 4つの作品をですね、1、2、3、4と順に並べてみるとですね、
1、ベタネン・マリアですね、に、まあ、殺されて、そのシャマシスを抱いている。3番、石棺に入れる。そして4番目、その子供が生まれて、ベタニアのマリアの前にいるということになります。連続性がこれでつながったと言いますかね、連続的につながっているということです。で、3番目の絵をですね、どういう位置づけに置くかというとですね、つまりは、亡き夫、シャマーシエースをですね、石棺に入れて、そしてその石棺に現れたと言いますか、書かれた文言、私もアルカディアにいますよ。まあ、この石棺のあるあたりをですね、アルカディアと呼ばれていたそうですけども、アルカディアにいますよという文言を見てですね、ほっとしている絵ということになるわけです。となると、この女性はですね、流れから考えて、ベタニアのマリア以外には考えられないということになるのではないでしょうか。この穏やかで優しい顔に皆さんもう一度注意してください。なぜこのような穏やかで優しい顔をしているかということですね。これがこの動画の結論ということになります。